もしもし、私、千葉県の藤江と申しますけれども、お忙しいところすみません。はい、お電話ありがとうございます。はい、今私、全国のいろんな人口動態の数字などを、いろいろ見てるんですけれども、その中で、京都府の2月の死者数がですね、ものすごく多いんですけれども、これなんだろうって話にはなってないですかね、今のところ。そうですね。おそらくちょっと担当の方でどうどのように把握してるかわからないので、ちょっと大きい部局でして、結構担当の方もかなり細かく分かれておりまして。それを踏まえても、ものすごい死者数が多いんですけど、とりあえず、部署を超えて、この死者数が多いということを共有している状態ではないということですね。今のところ、そうしましたらね。そうですね。すみません。私もちょっと、違う担当によるので、ちょっとわからない。いいですよ。全然、はい、わかりました。本当に非常事態だと思いますので、2月の死者数がものすごく増えているので、はい、これ、京都府として調べて、調査した方がいいレベルだと思うので、はい。それをお伝えしたかったんですよ。ご存知でないということだったので、それをお伝えしたくてお電話させていただきました。はい。そうですね。はい。数字見てください。はい、去年の2月より、一応数字で言うと 23.8% っていう、ちょっとありえないような数字で増えてるんですね。はい。はい、はい。ちょっとまずその数字を見て、皆さんで共有してください。そしてその上でね、なんでなんだろうということをね、調査された方がいいと思うので、私、いろいろ全国のも見てますが、京都府と大阪府が、かなり多かったので突出してですね、はい。それをお伝えしたかったんですよ。はい。必ず皆さんで共有してください。大変なことが起きていると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。お電話ありがとうございます。はい。失礼します。はい。失礼します。